やっぱり忍の体に攻撃なんてできないの。奴が忍を乗っ取りたいことは分かったの。でもどうしたら忍からジャックを引き離せるの？へっへん、オイラの目的は分かっても脅威を解く方法までは分からなかったようだね。うるさいな、今すごい案を考えるの。隙だらけ。あ、何も思いつかないの。やっぱり都には忍を助けることなんか。語りかける？そんな単純な方法で大丈夫なの？ジャックはドクロ親父すら押さえつける強敵なの。でもそれしかないならやるしかないの。少しでも忍が都の声を聞いてくれたら、そしたら。そうなの、思いついたの。あいつが忍に取り付けたなら都にもできるはずなの。忍が表に出てきてジャックの力が弱まったところに都が飛んで行って憑依するの。そうすればジャックを追い出せるかもしれないの。お、作戦会議は終わったかな。ま、無意味だろうけどさ、そろそろ終わりにしちゃうよ。お前らに構ってる暇はないんだから。忍、都の声を聞いてほしいの。何？お前もしかしてこいつに話しかけてるの？忍、都はいつもの忍に戻ってほしいの。何を言っても聞こえないよ。都はいつもわがままだし、そのせいで忍にたくさん迷惑かけちゃったことだってあったの。わがままか。この体の持ち主もうんざりだったんだろうな。でもこんな都に忍はいつでも優しくしてくれて、可愛がってくれて、都も甘えちゃってたの。だから今度は都が忍を助けたいの。返事をしてほしいの、忍。バカだな、そんな一方的に思いをぶつけても。あ、都にとって忍はとっても大事な友達なの。本当に本当に大好きなの。なんで体が思うように。あ、忍、お願いなの、戻ってこいなの。それで一緒にハロウィンパーティーをするの。そんな、なんて。やめろ、やめ。そうですよ、しましたもんね。忍なの？聞こえたんです、都さんの声が。だからそれに答えなくちゃって。都さん、私は都さんのわがままを迷惑だなんて思っていません。いつも明るくて活発なあなたに、私はたくさん元気をもらっています。私にとっても都さんは大切な人で、妹のように愛しい存在なんです。
ヤコさん、私も大好きです。まさかオイラの意識を抑え込むなんて。忍はまだ消えてないの。ずっと中で戦ってるの。そうです、私はまだ負けていません。忍、信じてたの。今助けてあげるの。この仮装を忍に見せるの。ついてこいなの。適当に頑張るの。ハッピーハロウィン。刈り取ります。そこだ。月だらけで攻撃するの。魔力いるのね。刈り取ります。おら、次はどいつだ。もう一人の私、ミラーウィン、ハロウィンテラー、ハロウィンブルームダンス。
魂ミラーミラー。いけない、ジャックが霊界の扉を呼び出しました。繋がった先はランドセルに違いありません。今のジャックを解き放ったら何をしでかすか。ランドセルが危険です。松野忍、ミヤコも行くの。勝てましたね。よかった。忍、スプリンを食べに行くの。プリンを天秤にかけるな。世界一のプリン、想像しただけでよだれが出そうになるの。だろだろ、オイラならその幸せを与えられる。悪い取引じゃないよね。やめろガキンチョ、こいつの話に耳を貸すんじゃねえ。甘くて大きいプリンを丸ごと独り占めなんて夢みたいなの。それってミヤコにとってすっごく幸せなことなの。でも忍と食べられたらもっともっと幸せなの。忍、一瞬だけ取り付かせてもらうの。やべえ、忍から離れるな。やだ、離れないぞ。お前みたいなやつが忍の中にいるなんて許されないな。お前みたいなやつに。急にこいつらの力が上がった。お前何をした。ナイスなの。忍、二人でジャックを追い出すの。はい、ジャック、私の中から出て行ってください。信じてたぞ。忍、
よく頑張ったな。ミヤコさんの声が私を導いてくれたんです。よかったの、本当によかったの。ミヤコたくさん頑張ったの。はい、何度も意識が途切れそうでしたけど、ミヤコさんの思いが、頑張りが、私をつなぎ止めてくれた。ミヤコさん、ありがとうございます。お前のおかげなの。しのぶに声を届けるって作戦、ミヤコだったら思いつかなかったの。やっぱりお前は、すごいやつなの。くそ！くそくそくそ！オイラの復讐が、こんな奴らに邪魔されるなんて！そんな馬鹿げた計画、うまくいくはずありません。あなたが私の中にいたことで、忘れられたあなたの悲しみは、私にも伝わりました。けど、復讐して人間を消し去っても、あなたはまた、孤独になるだけです。このままでは、あなたの心は満たされません。うるさい。うるさい、うるさい、うるさい！もういい。こうなったら、最後の手段だ！やこれは霊界の扉。へっ、オイラの力、思い知らせてやるからな。ヤク、どこ行くの？この扉、もしかして町に。ジャックを追いましょう。今の彼は何をしでかすか分かりません。トリックオアトリート、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうよ。あらまあ、それは大変。はい、お菓子だよ。そのお菓子はオイラがもらった。あんたどこの子だい？お菓子ならたくさんあるから、取ったりしたらダメだよ。うるさい！オイラに指図するな！危ないの！大丈夫ですか？この子を連れて、早く逃げてください。あ、ありがとね。何が何だかわからないけど、ほら、行くよ。やはり町に繋がっていましたか。何をするつもりですか、ジャック。言ったろ、オイラの力を思い知らせてやるって。もう器なんかいらない。ハロウィンが終わって、また霊界に逆戻りでも構わない。今ここでみんなまとめて消し去れればな。トリックオアトリート、お菓子よ、オイラの元に集まれ！僕のお菓子が！私のお菓子もどっか行っちゃったよ！みんなのお菓子がジャックの元に集まっていくの。これだけあれば力を取り戻すには十分だ。わあ、ミヤコのプリンも食べられてるの。そんな食い散らかすな、なのもったいないの。ミヤコさん、お菓子を食べられているのはみんな同じですよ。それにジャックの霊力がどんどん強くなっています。ハハハハ。
ハロウィンの夜は幽霊たちも楽しそうです。あなたも混ざりませんか？私は平気です。まずあなたから治療します。もう一人の私、ミラーウンド。あ、そして、
あなたの活躍のおかげですよ、ノエム。